スリジーンスリジーンは、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター・フーと、そのスピンオフザ、サラ・ジェーン・アドベンチャーズに登場する、地球外生命体の一家。スリジーンという名称は、マフィアの名字であり、種族の名は、ラキシコリコファラパトリアス星人。ただし劇中でもスリジーン星人と誤って呼称される、ことがある。ラキシコリコファラパトリアス星の出身であり、 肉体はカルシウムをベースに構築され、乱世である。幼少期から殺しの技を習得させられており、ラキシコリコファーラパトリアス母子では上告の機会も与えられずに死刑宣告を受けている。ドクター風のシリーズ1、UFO ロンドンに墜落で初登場を果たした。成人は身長2メートル40センチに達する。目に白目の領域は見えず、窓鎌区に似た。 保護機構が存在する。発達した嗅覚を持ち、加齢臭などから獲物の年齢を推測する、瓶に密閉された液体の正体を探る、アドレナリンを嗅いで精神状態を推察するといったゲートをこなす。女性のラキシコリコファーラパトリアス成人は、体外で毒を合成することができ、毒の息を吐く、指先から毒針を形成して飛ばすといった行動が可能。 表皮は通常緑色であるが、オレンジ色の体表を持つグループもいる。顔と圧縮装置リり人ンはハンティングを好み、肥満傾向にある人間を殺害して皮を奪い、それを身にまとって人間に化けて行動する。当然そのままの体格では人間の皮に入らないため、首に装着した圧縮装置で肉体を圧縮している。無理やり圧縮しているためカルシウムにダメージが入っており、 その腐敗ガスが放棄として放出される。ただし、肥満体系の人間主化側として利用できない腐敗ガスが放出されてしまうといった技術的な問題点はいずれもザ・サラジェーン・アドベンチャーズのシリーズ1ザ・ロストボーイまでに解決されている。スリジーンはスキンスーツを身にまとっている際に音を立てて放棄しており、これをガス交換と呼称している。これは 過食に起因するものである。ザ・ギフトで、サラ・ジェーン・スミスとギャングは、スリジーンの食料である、ラキシコリコファラパトリアス製の土着植物、ラックウィードを破壊した。ラックウィードは、腹部の糞を分解する効果があり、ミスター・スミスが屋根裏で音波を発して、彼らを放棄させると、腹部が運動を開始して破裂し、オレンジ色の臓物を撒き散らした。 これは放飛のしすぎによる死であるとくらいでは説明した。これは、ラックウィードの持つ音波が、ミスター・スミスの作った音波に妨害されたためで、ミスター・スミスはその音を発するために、すべてのデバイスを接続していた。ラキシコリ・コファラ・パトリアス製人は酢酸に弱く、肉体が酢酸と爆発的に反応するため、素などにアレルギー的な反応を示す。 ラキシコリコファラパトリアス星人の処刑法の一つに熱して沸騰させた気作産の大釜に受刑者を落とすというものがある。この処刑では作産により皮膚が溶解し内臓が液に溶けてスープ溶かすのを生きたまま感じ激痛を抱えて死を迎える。宇宙大戦争の危機では一体のスリジーンが感電した際その影響が都市を越えて 他のスリジーンにまで及んでいる。首相官邸を背景にしたスリジーン、UFO ロンドンに墜落で初登場した際、スリジーン一家のパッサミーアデー派閥がイギリスに何度か来訪し、イギリス社会に侵入して、コミュニティのリーダーや軍人、中堅政治家や政府公人になりかわっていた。目的は、第三次世界大戦を起こして、地球を核兵器で溶けた金くずとし、 宇宙船の資源として売りさばくことだった。彼ら、ビッグ・ベンに宇宙船を衝突させて事故を演出し、地球外生命体の専門家をロンドンに収集した。世界がパニックに陥る中、ジョクラッサ、フェル・ホッチ・パッサミーア・デース・リジーンは、イギリスの首相として振る舞い、イギリス上空に地球外生命体の大量破壊兵器があると嘘をついて国際連合から、 核コードを解放させた。スリジーンが核の発射コードを手にする前に9代目ドクターがハープームをダウニング街10番地に直撃させ脱出を果たした一人を除いてスリジーン一家を皆殺しにして計画を頓挫させた。見事マーガレット・ブレインの皮を被ったブロンフェル・ホッチパッサミーデでスリジーンはミサイルの直撃を回避して生き延び悲しきスリジーンに再登場した。 半年をかけて彼女はカーディフの市長に就任し、新設する原子力発電所をメルトダウンさせて、カーディフの裂け目を開き、地球を吹き飛ばして逃亡しようとしていた。彼女は9代目ドクターと彼のコンパニオンを追い詰めたものの、ターディスの心臓部を除いたため卵に戻されることとなった。ドクターは卵を、ラキシコリコファラパトリアス製の里親にタクシに行き、彼女に、 新たな人生を歩むチャンスを与えた。宇宙大戦争の危機から数年後にあたるリベンジオブザ、スリシーンでは、パッサミーアデーハの死の報復として、スリジーン一家のもう一つのグループが企業に潜入し、太陽を消滅させて地球のエネルギーを絶やして滅ぼそうとした。ジュドゥーンがスリジーン一家の排除に動き始め、多数の家族がジュドゥーンと対立して動いていることが言及された。 ブラザリーン一家とホストラジーン一家は、ラキシコリコハラパトリアス星の上層部の一部として、言及された。グラン司令官がマリア・ジャクソンに殺害された後、ルーク・スミスがスリジーンを罠にはめて、機械をリセットさせ爆破させた。残っていた二人のスリジーンが死亡し、最初に登場した子供のスリジーンであるクロストは生存した。スリジーンは、 ザロスト・ボーイで新たな圧縮技術と共に再登場した。ダックスとブルームという二人のスリジーンが、ルークのパートナーのジェイとヘイディスタフォードのふりをし、彼らは家族の復讐に燃えるリベンジオブザスリーシーンのクロスとの指揮下で動いていた。背の低いもう一人のスリジーンが2009年のフロム、ラクセコラコフィオレイッポトリアスイズラブで登場し、銀河の防衛機関に見せかけて、 サラ・ジェーンのロボット犬、KQ を盗もうと画策した。スリジーンは、スティーブン・コールが執筆した、ニューシリーズ・アドベンチャーズの小説ザ・モンスターズ・インサイドに登場した。9代目ドクターとローズが2501年の司法システムに逮捕された際、ドクターがドラム・フェル・フォッチ・ハッペン・バー・スリジーン及びエクトスカ、フェル・フォッチ・ハッペン・バー・スリジーンと細胞を共有した。 地球の事件の後に、スリジーンの一家の残党は破産して、歴史学者になったと彼らの口から語られた。スリジーンはビジネスを諦めず、ブラザリーン一家との交渉関係にあった。ドクターとローズがブラザリーンのシステム選挙を阻んだ時、スリジーンは、自身が再びラキシコリコファラパトリアス生人の利益を牛耳ることができると歓喜した。ブラザリーンは、ザ。 サラ・ジェーン・アドベンチャーズのエピソードリベンジ・オブ・ザ・スリーシーンでも言及された。ザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズのシリーズ3のフィナーレ・ザ・ギフトでスリジーンとブラザリーンのペアが登場した。彼らは2家族間で婚姻関係を結び依存性の高い野菜として用いられるラキシコリ・コファラ・パトリアス母子の植物ラク・ウィードを用いて地球を支配しようとした。ダーレク孤独な魂では ラキシコリコファラパトリアス聖人の腕が2012年のヘンリー・バンスタテンのエイリアン博物館に展示されている。クリスマスの侵略者ではドクターとの旅から選んだフレーズを継ぎはぎしてのものではあったがラキシコリコファラパトリアスのスリジーン議会がローズの口から言及されている。スリジーン一家の一人はミニエピソードアタック・オブ・ザ・グラスカでグラスクに捕獲されている。 2005年のチルドレイン・ニードでのミニエピソードにて、10代目へ再生したばかりのドクターにローズは、彼がスリジーンではないかと疑うシーンがあり、消えた花嫁でそれを反映して、ドクターがスリジーンとそのスキンスーツに言及している。シリーズに、エルトン君の大冒険で、スリジーンに姿が似たスイコロリンというエイリアンが登場し、 ラキシコリコファーラパトリアス星の兄弟星であるクロムの出身であると主張した。UFO ロンドンに墜落に登場するスリジーンの宇宙船も同エピソードでエルトンの階層として確認できる。スリジーンはマイク・タッカーが執筆した10代目ドクターの小説ザ・ナイト・メア・オブ・ブラック・アイランドにわずかに登場しており、ダーレクやネスティーン式体と共にローズの記憶から生み出されている。 同小説で、スリジーンはドクターがわずかに言及しており、サインログのメンバーに人間のようなスキンスーツをかぶって隠れるように指示している。あとの小説ザラストドドでは、夢があるかとドクターが問われた際、ゆすり木馬に乗ったスリジーンが自分を追う様子が頭に浮かぶと述べている。スリジーンはヒューマンネーチャーでジョン・スミスの夢日記に登場している。 ノートに記された言葉は、It's always for money, であった。秘密情報部トーチウッドのエピソード、リセットでは、おそらく、悲しきスリジーンと同じである、マーガレット・ブレインとして、ブロンがポーズをとっている、新聞記事が、マーサ・ジョーンズがトーチウッド3のハブに入る際に確認できる。ドクター・フーの公式ウェブサイトでは、キャプテン・ジャックス・モンスター・ファイルズと呼ばれるコーナーがあり、 ジョンバ・ローマンのナレーションでエイリアンの種族に関する情報が紹介されている。スリジーンに焦点を当てたエピソードでは関連する家族への言及がなされた家系図が示されており、兄弟製のクロム製ネクラススイコロリンの系統を除いていずれも設備後にエーンがついている。なお、キャプテン・ジャックス・モンスター・ハイルズはイギリス以外の国では視聴不可能である。スリジーンは オーディオブックレイスワールドでも言及されており、なぜ、ルークスミスとラニ・チャンドラが、デッチ上げの冒険を読みたがるのか理解できないと、クライドランガーが言った時、スリジーンが彼らと対面している。スリジーンは、シリーズ7、ドクターの時には直接登場しないものの、トレンザロアの周りに集まっていることが、ドクターの口から語られている。シリーズ8、時間強盗では、 それまでに登場した悪役と並んで、あらゆる泥棒や悪党と評価されている。ラキシコリコファラパトリアス聖人の名前は一般に長く、ドクターがスリジーンの母性を判断する助けとなった。例を挙げると、ブロンフェルフォッチパッサミアデースリジーン、ジョクラッサ、フェルフォッチパッサミアデースリジーンなどがある。規模の大きいスリジーン一家の中で複数の派閥に分かれることが、名前から、 示唆されている可能性がある。UFO ロンドンに墜落と宇宙大戦争の危機で言及された名前小説ザ・モンスターズ・インサイドで言及された名前ザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズのリベンジ・オブ・ザ・スリーシーンで言及された名前ザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズのザ・ロストボーイ一家に殺害されスキンスーツとされた人間の一覧ありがとうございます。